はい、ということで改めまして皆さんこんにちは、市川ひかりです。本日はですね、こちら海老名のビナウォークにてですね歌わせていただいているんですけれども、路上ライブということで、TY 様サンキュー様っていうあのイベントをねちょっと開催させていただいております。軽く自己紹介させていただきますと、私千葉県出身のシンガーソングライターとしてね今日本全国連磨修行の旅ということで路上ライブに回ったり、海老名もねよくそこの立教の上かな、立教っていうの橋の上で歌わせていただいたりねしてるんですけれども、ちょこちょここのビナウォークはでも2回目かな、立ったのは2回目に1年半ぐらい前に1回イベントで歌わせていただきまして、今日は久しぶりのステージになりますということで、これからね第2部ということで始めていくんですけれども、2部は男性アーティストの曲を歌っていこうと思います。はい、第1部はね女性アーティストの曲ということで歌っていったんですけども、2部の方は男性のねパワフルな曲だったりちょっとしっとりめな曲だったりで、攻めていこうかなと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。ちょっとね最初にお伝えしておくと、とても眩しくて私は今日目がすっごい細いと思うんですけれども、お気になさらず皆さんね動画だったりお写真だったり撮っていただいて大丈夫ですので、どんだけこう大仏のような目になってたとしても撮っていただいたものねぜひぜひ SNS の方だったりで、ね、拡散していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではですね、男性曲ということでここはカバー曲オンリーでいきたいと思います。じゃあね1曲目ガツンと緩和させていただきます。どんな色でも愛することができ
塚ひかりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでね、今ノーベルブライトさんの Walking with You という曲からスタートさせていただいてるんですけども、第2部の方はですね、男性アーティストの曲をじゃんじゃん歌っていきたいと思いますんで、皆さんね、ぜひ浸って帰っていただければと思います。この後第3部の方もねありますんで、もしお時間が許す限りね、お時間があればね、ぜひ聴いていっていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。暑いんでね、皆さん水分補給ねいっぱいしてもらって、無理せず聴いていってください。では次はビーチさんの曲を歌いたいと思います。夏っぽい曲をね、ここからまた歌っていきますんで、ぜひぜひしっとり緩やかに聴いてってください。おしゃ、降り注ぐ日を浴びて、けがれ知りたくて、僕はただ走り出す。ゆっくり荻を進んでゆく。白く光る船のように、どんな風も飲み込んで、一つずつ。
ズさんのサンプリング曲でした。もう夏の締めくくりにはぴったりな曲ではないでしょうかというところでね、歌わせていただいたんですけれども、暑い暑いありがとうございます。ただね、路上ライブの時のセットを今日はね持ってね来てるんですけれども、あ、こんな感じで路上ライブしてるんだなっていう感じで、今日ね路上ライブというものの良さも、ね、知っていただければと思います。海老名なんかね、よくねそこでたくさんのアーティストさんがね歌ってたりするんでね、ちょっと時間ある時とかでふらっと寄ってみると、もしかしたらいい出会いがあるかもしれません。じゃあね、ちょっと続々とこの後も歌っていきたいと思います。今は男性アーティストさんの曲をね第2部では歌わせていただいてますので、心気なくちょっと歌っていきたいと思います。では次の曲は皆さん絶対聞いたことあると思います。よくね路上でも歌ってる曲なんですけれども、はい、あの au のね CM のね曲ですね、海の声という曲歌っていきたいと思います。この残りわずかになってきているので、じゃんじゃん歌っていくんですけど、本当は瀬戸りになかった曲を1曲歌おうかなと思います。この曲はあれですね、ちょっと
星が見える時間になったらすごくいいと思うんですけど、今この海の声歌ったらちょっと歌いたくなったので急遽打ち込ませていただきます。ゆりさんのベテルギウス。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕らに透き果てた繰り果て同じ空、輝くのだけ二人だけ約束をした。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに素直な方。そこにいてくれること、まるでそれは星の光と同じように、今日に泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身も忘れ、僕ら見つけ果てた組み合って同じ空、輝くのだって二人だって約束をした。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも繋ぐ魔法。どこまでいつまで生きられるか、君が不安になるたび強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線をつなごう。僕ら見つけてた組み合って同じ空、輝くのだって二人だって約束をした。遥か遠く終わらないベテルギウス、つなぐ魔法。僕らと並べて取り合って進んでく。辛い時だけ二人だって誓ったならの、遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りが空に見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。ありがとうございます。ゆりさんのベテルギウスという曲でした。ありがとうございます。すごくね大好きなんですけど、夏の夜空とか見ながらね、まあ、冬の曲なのか冬かベテルギウスって、でもなんか星空を見るとすごいこの曲がって帰ってくる感じなんですよね。じゃあちょっと時間も迫ってるんですが、もう一曲皆さんと盛り上がれる曲を歌いたいと思います。なんか私南国の人みたいな感じになっちゃうけど、これ流したら、そんなことないですよ。千葉県出身なんでね、全然南国ではないんですが、四万十の宝は皆さんと一緒にやりたいなと思います。まあ、ちょっと言いやすさは言えないと思うんで、心の中で大声を出していただけたらと思います。ぜひね、なんだろう、なんか揺れながら波に乗った気持ちで聴いててください。
知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も、名前を聞かれてもわからない。でも誰より誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を心の中で今日の箇所に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが自慢中の歌しっかりね心に届かせてもらえれば響いてくるんでよろしくお願いします。最後は痛いな、痛いね。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴの減ってく魚少しずつ変わってゆくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の歌から。ありがとうございます。癒されただけちょっと皆さんね、四方八方向いていただいて行っていただければそしたらもう大丈夫だと思うんでね、最後ガツンと一発だけ決めましょう。一回きりなんでマスクつけたままぜひぜひよろしくお願いします。私がサイって言ったら行きましょう。30日と、ツアーで回ってました。30日東京のカナビアジュホールでやりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとう。僕が生まれたこの島の歌を僕はどれくらい知ってるんだろう。つばらばも電車からない。でも誰より誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの朝もどこからか聞こえてくるこの歌を。私が言います。いやささいつの日かこの島を離れてくその日まで大切なもうほっと深く知っていたい。それが四万十歌かな。それが四万十歌かな。もうすぐ来るよ。それが四万十歌かな。せい。やさそう。みんなとねこうたくさん声をかけ合えるようなそんな時代をまたね取り戻せるように私もまだまだ音楽頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。改めまして、いちかひかりです。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ次の曲でね、第2部は最後になっちゃうんですが、最後の曲を皆さんと一緒に楽しんで歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。これは 100%私のことを YouTube とかでもね知ってくださってたら 100% 知ってる曲だと思うんで、大尊敬するレイクさんの100万回のアラビュー。
いつもどこにいたって気にしてるのは一つだけ。君は笑ってますか、それともちょっと寝込む。きっとみんな抱いてるそれぞれの特別を。僕にとって泣きでもなくそれは君だから。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き。今すぐ君に会いに行こう。この愛空を飛び越えて Baby I love you babyI saw the door on the other side. Crowds fade away. The shadow of the night. I wanted to leave. Yeah, yeah. Other people don't need me. I'm serious. I say it like that. In my heart, always.片方でもいいんで手を挙げていただいて一緒に波を作りながら揺れてください。右側からいきます。いくよー、はい、3、2、1、ゴー。ラーラー、いいね。ラー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 、いい感じ。ラー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 ワンマンライブがありますので、ぜひぜひ配信もありますからね、よかったら見ていただければと思います。この後第3部の方も引き続きやってまいりますので、その第3部の前ではね、あっちの右、あ、みなから見た左奥か、左奥の方に、交流スペースがありますので、お写真とかサインとかいろいろねできますので、ぜひぜひそちらで交流させていただきたいと思います。ありがとうございました。市川ひかりでした。皆さんこんにちは、市川ひかりです。はい、この度市川ひかりライブツアー2022開催することになりました。ということで、こだまする世界というタイトルになっております。10月2日 in 名古屋今池グロー、10月9日 in 仙台誰も知らない劇場、10月16日 in 大阪フラッシュインホールビレモアで開催予定ですので、ぜひ皆さんお越しいただけたら嬉しいです。詳しくは私の、ホームページの方にもオフィシャルサイトの方にもね載ってますので、チェックしていただければと思います。待ってます。あ、最後はペッセ東京です。神田明神ホールです。よろしくお願いします。